自称 NCT とコピーした女現れる。はい、これちゃんと自称ってつけてますからタイトルに。はい。これちょっとまあ正直 NCT のメンバーヘちゃんとジャニがホテルに女性を3人呼びコピーしたという写真が女性たちのインスタグラムのストーリーに上げられ SNS 上では大騒動となったと。はい。港区キャバ嬢がインスタグラムの裏垢に、なんかそういう行為をしたことをほのめかす投稿して、大騒動となりましたが、実際に行われたのか真相が明らかになっていないです。だからこれも自称です。これは早めの段階から言っとくけどね。はい、発端ですね。6月2日頃です。ストーリー裏垢に投稿しました。それが流出しました。はい。ねえ、マジで、かも、足して、シンプルジャニとヘちゃんのチップを入れたってやばいやろ。という文章とともに、女性の手が3人分映し出され、指でハートを作り、ザ・キャピトルホテル東急のカードキーも一緒に写ってる写真が投稿された。まあ、NCT が東京でライブした際にヘちゃんが、Weverse っていう配信アプリで生配信した時のホテルが、ザ・キャピトルホテル東急なので、まあ、この宿泊者ホテルが一致してるみたいな。まあ、でもこれだけなんですけどね、言うたら。手がかり。はい、次の投稿がですね、ジャニーヘちゃんだった。のチンコを入れましたっていう文章に、まあ、この写真をまた女性の誰かが撮ったのではないかと思われる写真にもう一人の女性が写り込んでいるため複数でホテルにいることが確認できるような写真を貼っていたと、ね、部屋にある丸テーブルも映し出されていて卓上にはお酒や王様ゲームをした、紙のかけらとかが散らばっている様子が写真から読み取れる様子ですね。で続いてマジごめん、お前らが下で待ってる間にジャニーとヘイちゃんのチップを入れてきました。ごめんねという文章に、まあホテルの下で NCT メンバーの出待ちをしているであろう女性たちの写真を遠巻きから撮ったものを投稿しています。うん、続いて、ヘイちゃん直筆という文章に、先ほどの卓上に3、数字の3とか、K、アルファベット。と、まあ紙のかけらに書かれた写真を投稿したと。まあ、これもね、当初もとんでもない飛躍しすぎて薬物の包み、ちゃうかって疑われてたんですけど、いやいやただの神やと、どうやら王様ゲームで使われたものではって推測がされている。ただその王様ゲームすらほんまかよみたいなね。で、ジャニーとのカカオトークでの韓国語のやり取りをスクショしたものを貼ってたとね。ねやばいって本当に死ぬてか向こうから提案したゲームでジャニーと口でチューしたって文章を投稿されたね。まあなんか韓国語でやり取りしてるんですけど、うん、次日本にいつ来ますか、3月8日をその時会いましょうみたいな感じを言ってるらしいです。だからその次3月8日次の2025年ライブスケジュール NCT が更新されてないとかね。でこれ、真実は分かってませんがね、流出元や事務所の声明文などからもこれはデマではないかという声が上がってますね。危ない、あデマやぞとね。まあその理由がキャバ嬢の裏垢ストーリーが流出した原因がね、キャバ嬢スカウト会社幹部だとアカウントが X で、まあ、投稿して流出したいと。これは一部では有名 K-POP アイドルとつながれるお店やとアピールしてキャバ嬢をスカウトするために嘘の情報流したんちゃうかって言われてるんですよね。でまあ今はそのヘちゃんとジャニーのツイートを削除したとの投稿がされていて投稿見れなくなってますとか、まあその女性らの裏垢のね投稿写真、もしヘちゃんやジャニーがいたのなら彼らの服や体の一部分など写すこともできたはずなのに一枚もそういったものがない。だから証拠ないんですよ、はっきり言って。ヘちゃんとジャニーがいること証明できないね。まああんのはその3って K って書いた紙だけや。その筆跡がどう、いやわからん、その数字とアルファベット2文字だけで筆跡鑑定できるか知らんけど、証拠がない、言うてるだけ。その泊まってるであろうホテルの部屋には泊まっていてとか、まあまあ工作しようとしたらできるかって範囲ですね。でこの騒動があってすぐに NCT を抱える SM エンターテイメントが公式アカウントで、こんにちは SM エンターテイメントです、ね、爽やかですね。はい、現在オンラインでジャニーヘちゃんの性売買や麻薬など、こう公にできないような刺激的な内容の噂が大量流出を再生産されていますと。ちょっと翻訳があれ、え日本語なのかなこれ。事実を確認した結果、事実無根でアーティストの名誉を深刻に損害する犯罪行為です。強く否定する声明が出されました。ね。で、こういう騒動があって、まあ、新たなインスタのストーリーが流出した。これも誰が投稿したかと判明してないんですけども、ホテルに行ったであろう女性の LINE のやり取りが貼られていました。そのやり取りが。なんなら私は、
テコで呼ばれただけなんだけど、プライベートとか知らんし。もう一人、合コンで盛り上がってるけど、一人は〇〇、ギャラ飲みのプロなの笑う。みたいなね。で、LINE ナイトのスクショに、合コンじゃなくて2対2対1で厳密には一人テコなの笑う。テコ。ね。がこれ流出したみたいな感じなんですけど、テコって何やん？ことになって、そっちに、注目が集まってね。テコっていうのは、エロギャラ飲みができる女性を派遣するサービスを提供している会社ということ、会社なんですけども、はい。テコ、現在東京エリアに展開中みたいな紹介されてて、1セット60分で2万円プラス指名料などが主な料金プランで、王様ゲームとも楽しめるという。はい。まあ、ゲームプラン、例えば、こう、いろいろ一覧があるんですけど、野球券1回1000円とかね。脱ぎのコニョッキ1回1000円とかね。はい。サランラップディープキス1回1000円とかね。はい。言われへんやつ。竿比べ1回1万円とかね。いろいろこう、ゲームがあると、そのオリジナルのテコが考えたゲーム。まあ、下品な飲み会の、しょうもない大学のサークルのやつ、もうちょっとエグいか。なんか、結構その、下品な飲み会のゲームです。ね。まあ、テコとかがあって、シンプルにキモいっていう声とかね。ヘちゃんとジャニのおかげでテコを知ったけど、お前ら舐めすぎな。とか。まあ、いろんな声が上がってました。まあ、このサービスもちょっと衝撃やな、みたいな。っていうことがあったんですけど、これね、一目見たとき、このニュース。いや、これは今週のお一人賛否ね。ファンざまあ見ろ。久しぶりに言えるかって思ってたんですよ。思いっきり NCT のことを擁護しようと思ってたよ。その、いや、それは男やねんから、みたいな方でね。いつもの熱愛とか出た時の、ファンざまあ見ろって言おうとしたけど、出まやんけ。えぐいやん、じゃあ、かわいそうに。かわいそすぎるやろ。なあ。これ、なんなん？証拠なく、証拠ないのに、パンってこういう画像が出て、うわーって拡散されて、ジャニーとヘちゃんって、こういうパブリックイメージついてまうの？これ、毎回言ってけど、まあ、俺もそのネットニュース、正直今、毎日出てて、ね。で、なんやろな、半分ぐらい事実無根なこともあったりするから。それ、後から例えばラジオとか YouTube で否定しても、それ俺見に来てるやつしか、それ否定届かんからな。だから、NCT のファンがね、この事務所の声明も読んで、ああ、デマやったんや。ああ、なるほど、よかった、嘘で、ってなるけど、この NCT 普段あんま興味ないやつからしたら、その止まってまうって情報。それがテロや、言うてんねん。あかんって、これ。いや、ちょ、かわいそうですね。だから、僕はこれをデマだということを発信していきたいと思いますよ、本当に。これかわいそうですね。ただー、事務所の名前 SM て。なんかややこしいな。その、そういうちょっと性的な話になってるから、これ SM エンターテインメントで。ねえ、セメンタテンプですよね。所属事務所。ちょっとややこしいですね。ああ、すいません、なんか、まっちゃんみたいな笑いの取り方してもうた。これあかんねん。これ簡単やからやってまうねん、みんな。真似したなんねん、これ。あ、なんか、まっちゃんとか、ジュニアさんみたいな。ニューヨークさんがよく知ってるやつや。あの事務所はね、SM って。すいません。いやいや、これ電話ですからね。お願いしますよ。